はいはい、どうもこんにちは、松尾修造のこれ知ってますなんですけどね、今日はですね、SEO 対策というのをちょっと紹介したいなと思いますけど、皆さんなんか、聞いたことあるようなないような感じがするかと思うんですけどね、まあ皆さん各企業さんとかホームページ持ったりしてると思うんですね。自分の自社のこうことを宣伝するようなページ、まあ、昔で言ったら会社案内紙面で見てたのが、今はこう画面でね、パソコンなんかでホームページっていうのがありまして、まあ、そのホームページっていうのも皆さんよく例えばなんか美味しいもの食べたいなと思ったら大阪フレンチとかで入れたり検索したりするのが今ほとんどそう主流なんですね。まあ今やスマホで、大阪フレンチとしてやっぱりこう調べて上の方に来たら、あ、ここ美味しいんかなって見ていってしまうんですけど、それはなかなか3ページ、4ページ、5ページ、もう10ページとかになるともっとほとんどないに等しいんですね。で、その、検索をした時に例えば大阪フレンチとかですね、それから、車検、大阪とかでこう検索をした時にこう上に表示されるようにですね、トップページ、1ページ目、それからまた2ページ目とかですね、こう検索を一般の方がしたときにこう上に上位に表示されるようにすることを SEO 対策というんです。これ非常に大事なことなんですね。企業さんとかホームページのってとこは、これがやはりもう3ページ4ページになってことはほとんどもうホームページがないに等しくなってしまう。それは自分のところの会社の名前で検索しましたらそれ出てきますけど、なかなか人ってそうはいけないですね。まあ印刷安いとか調べてしますよね。でそれで出てきたところにやはり、問い合わせとかがあるということですね。この SEO 対策、ぜひ覚えてください。どうもどうもありがとうございました。松尾修造 SEO 対策です。僕もやってます。